ます。てれん、てんてん。久しぶりに選んだやつは親子丼でした。親子丼とお味噌汁ときゅうりです。ということで、いただきます。楽しみ。舞台期間中とかバタバタしてる時も西は本当に自分に余裕なくて、バタバタもしてなかったんですけど、もう自炊がねできないんですよね。おいしそう。そうでしょう。いただきます。天才。うん、天才じゃん。ありがとうございます。おいしい。親子丼ですかって。そう、丼物好きやなって。そうなの、そうなんだよね。丼好きなんだよね。おいしい。なんでだろう。大西多分あれなんだよね、味変わんなくてもいけるタイプの人なんだよね。そう、うんうんうん、おいしい。そうだから、お弁当とかでもさ、いろんな種類の具材入ってるやつより同じのドーンってあった方が好き。うん、ちょっと飲み物だけモスのアイスティーになるんですけど。でかくねえかと。ほんと普通サイズのやつ。しかもあんま半分ぐらいしかいってないから、量はそんなに多くないと思っておる。うん、女子バレー見ながら見てるよって。お、お昼もし食べたのって。うん、ウーバーしたウーバーしました。モス。うん、うん、うん、きゅうりがいっちゃ美味しい。何バーガー？モスでね、おにし食べるの決まってるんだよね。あの辛いやつ、辛くてチーズ入ってるやつを食べました。うん、きゅうりはぬか漬け、きゅうりは浅漬けです。ででで、でもどっちも大好き、ぬか漬けも浅漬けも。お味噌汁はなめこと豆腐です。
茄子の漬物は食わんのかじゃあ、あんま茄子の漬物好きじゃないんだよね。人参とかもあるよね、漬物食べれないことはないんだけど、好きで言うときゅうりが一番美味しい。うん、うまっ。あら、大西さんってかっこよさと可愛さを兼ね備えてます。あれ今気づいたあれ今気づいちゃった。まあでも今からでも遅くないよやかましいやつやかましい。この間サッカー見た。西が見たあのサッカーはあれ予選サッカーだと思って見たけど予選なんだ。うんうん、いいんだよね。寝なか寝ようと思ったらさ、始まってさ、見なきゃと思ったけど、次の日なんかあったんだったかな。寝なきゃと思って寝たんだよね、あの前半だけ見て。うん、全部年下なのよって。23歳以下だっけ、22歳以下だっけとかだったよね。うん、うんうんうん、全員が年下なんて信じられないよね。なんかテレビとか見ててさ、なんていうの、テレビの中の人が逆に年下っていう印象がなくて、ずっとなんかテレビちっちゃい時から見てたからさ、全員テレビに映ってる人は全員年上っていう感覚だったからね、テレビ見てあ全員年下みたいななること増えてって感じ。なんか地元とかさ、奈良とか歩いててさ、学生の頃はさ制服とか着てたりさしてたらさ、あ高校生かな、年上だなとか思ってたけど、今や制服着てる人がさ全員年下なんだもんねっていう、その高校卒業したての時っていうのかな、19歳20歳の時は制服着た人見たらそう思ってた、あこの人たち全員20歳年下なんだ。うんね、大人になったよね。え、待って、サザエさん24歳、マジで言ってる、マジで言ってる、若くないサザエさん。甲子園の監督が年下になってからが本番ですよ人生の先輩がそうおっしゃられてる。まだいないかな、26歳の監督さんは。どうですか、いらっしゃるのかな。まだ本番じゃないお西は。うん、地方ならいたりするって。そっか、だって昔からさ、昔の26歳ってさめっちゃ大人だもん。智弁高校、智弁学園が甲子園行きやって、智弁奈良、奈良の智弁、和歌山もあるよね、和歌山智弁。
奈良のか。わ、甲子園いつだ？見たいな。奈良は天理のイメージがあるな。そう、天理も強いんだよね、奈良。うん、そうなんだよ。なんか味の素入れすぎた。味の素ちゃう、だしの素。うん、うん、いいね、こうやってまったり配信できるのも。うん、距離があるって大事。うん、自分に余裕があることが一番大事。いつの間にかソファある。これ座椅子なんだよ、二人用の座椅子。うん、これが割と最近買ったんだけど、居心地良すぎてずっとここにいる。今ちょっと普段の配信とはちょっとずらしてるんだけど、配信用に。うん、この最初いいんだ。うん、そうなの。何円ぐらいだったかな。でもアマゾンで買ったよ。うん、そう、あと本当はカーテンもさ買いたいんだけど、私はアマゾン大好き。何でもアマゾン使う。お腹いっぱいになってきた。ね、お腹いっぱいになってきた。あれ、意外と多かった。うん、うまっ。最近は気配できるから便利だ。これの食べないと夏乗り切れない。もう乗り切れる、おにし夏。うん、もう乗り切れそうな気がしてるよ私。でも今日暑すぎてびっくりしちゃった。またこれからだよ。でも私が AKB 入って夏はずっと忙しかったんですよ、チームメイト。だから
それこそ10年ぶりぐらいにゆったりした夏を過ごせそうなのね。うん、だからもう乗り切れてると一緒そうそうなの。うん、うまっ。夏祭り行けるかな。多分行けるは行けるんだけど、行く気ないな今んとこと。うん、なんかツイッターでさ、ツイッターで流れてきたもん、なんか花火大会みたいな、ねえ、なんか2つのやつが流れてきたんだけど、1個目はなんか中止になっちゃったみたいな、雨でっていうのと、なんか雷と花火がすごい一緒になってる動画みたいなのが流れてきて、多分別のお祭りだと思うんだけど、別日のなんか、それで流れてきた動画にえげつないぐらいの人がいて、この暑さであの人の中に入っていくのはちょっとやばいよねっていう。まあ多分その中止になっちゃったやつはまだ舞台本番中だったから見てただけなんだけど、地元帰った時とかにね、夏祭りとかやってたらめっちゃ行きたいかも。なんかちっちゃいのでいいんだよね、地元の小学校のさ、なんかお祭りとかなかった？なんかそういうのがいい。うん。ちょっと東京のお祭りは行けそうにないな。怖い。怖い。それこそディズニーより待つんじゃない？そんなことないか。さすがそれはないか。うん、さすがにね、人いいの分かってるのにそれでも行くんだね、みんな。だって行ったら行ったでいろいろなイベントがあるかもしれないよ。まあ、あるイベントがあるというよりかはさ、自分からイベントを発生させに行くイベントじゃん。例えば好きな人を誘ってとかさ、デートとかさ、まあ家族でひと夏の思い出作りとかあるじゃん。うん、そういうことだよね分かんないけどいやまあお友達同士とかでも、まあひと夏の思い出ってあるけどさ、家から見れたら一番楽なんだけど、花火見たいんだよ。見たいのは見たいんだよ。ね。なんかどうにか手っ取り早く見れる方法ないのかね。テレビでね、でも実際に見たいよね。うん、昔さ、夏祭りは
ばあちゃん家の近くのなんかお祭り行ってたの、奈良のね。ねえ、そこを田舎なんだけど、そこの小学校で毎年夏祭りがあって、めっちゃ近いところから花火が上がるの。だからほぼ真上で上がってるみたいな。で、あの花火のかけらとか落ちてきたりするの。あの上で燃え切ったこのカスみたいなのが降ってくるぐらいすごかったんだけど。でもあの時見たね、花火が本当に綺麗で、もう一回見たいなって思う。花火って私はいつ最後に見たんだろう。だから時差がなかったのよ、花火の音に。ヒューボーンだったんだけど、昔は。でもなんか有名な花火大会に行ったことあるのかな、なんかわかんないけどさ、遠くで上がってるからさ、ボーンってなんない？なんかこちら側の花火って、時差があるんだよね。だから最初違和感だった思い出あるけど、もうそれがいつどこで見た花火なのか覚えてないけど、でも夏らしいことしたいよね。あとなんだろう、プール、夏休みプール、夏祭り、海、スイカ、海行こうって言ってくれる友達いるのかな、なんか嬉しい。海行きたいってなる友達いるのかな、大西の周りで。海行こうよってなる子いるのかな。海はってなりそう、みんな。浜せりはって、いや、焼けるの嫌がるんじゃない？美味しいも嫌だし。美味しいも嫌だし。ね。室内プール行くしかない。そうだね、室内だね、行くとしたら。あ、ここ行きたい。奈良健康ランド。めっちゃ地元。奈良健康ランドって知ってる？大好き、このプール。知らない？奈良健康ランド。私奈良でさ、そういうプールがあるの、室内の。で、奈良健康ランドっていう CM もあって、むしろ全国にあると思ってたの。だから
奈良だけじゃなくて大阪健康ランドとか京都健康ランドとか東京健康ランドとか全部あるもんだと思ってた。けど違うんだね。うん。うん。ある程度大人になってから気づいた、それ。気づいたとか知った。ないんだって。なんか誰かから大阪でも流れてるその CM みたいな、ファンの方かな、なんか関西かどっかで流れてるみたいな、その CM が奈良健康ランドの。いや、なんで他県なのに奈良健康ランドの CM が流れてるんだろうってなって、自分の例えば大阪健康ランドの CM 流れないのかなみたいななってから気づいた。うん、ハワイアンズみたいなものかなって。そう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 、奈良のハワイアンズ、奈良健康ランド、うん、そうそう、うん、みんな行ってみな。そうだね。まあ流れるプールあるし、ウォータースライドあるし、温水プールもあったはず。焼きそばもあるし、ほぼハワイアンズ。うん。行ってたよね、ハワイアンズ。ハワイアンズ行った、ロケで。AKB 最近聞いたみたいなやつで行った。うん。うん。何食べてるの？親子丼ね。うん、そういえば今度のイベントは浴衣ですか？浴衣じゃないんだよ。うん、コメントとかでもさ、ももちゃんの浴衣見たいですって書いてて、あ、ごめんねって思って。今日撮影してきた衣装になると思うから、浴衣じゃないんだよ。でも今日そのグッズの撮影してきたんですけど、オリジナル曲初披露って、いや、じゃあ先に言っとく、オリジナル曲まだまだ先になるです、なるです。年内に行けたらいいなと思ってるんだけど、今頼んでる作曲家さんもすごいちょっと今バタバタしてる時期で、もしかしたら年内に披露できないかもしれないっていう、だからちょっとそう、まあ今からねちょっと考えて打ち合わせして作ってっていう段階から始まるので、そうなの、年内にできたらいいな、もしかしたら来年かもなっていうぐらいに思っといてほしい。うん、楽しみに待ってて。本当今やっとちょっと動き出したぐらいなので、私もちょっとバタバタしてたので舞台でやっとオンラインお話し会するんやねって。そう、オンラインお話し会
することになりました。イベントの次の週かな。うん、そうなの。ずっと言ってたんですけど、お話し会、これは休業期間中からずっと言ってたんですけど、なかなかやっと準備が整って、そうなの、お話しできます。うん、まあ、一旦1日だけになるんですけど、なかなかこうさ、いろいろ自分でね調整できるようになって、というか、AKB 辞めてから事務所の方が、だからこのイベントやりたい、この時期にやりたい、これをしたいっていうのを自分でやりたいですって言ってるんだけど、なかなかね、まあ、ちょっといろいろ動き始めっていうのがあるから、段取りというか、お待たせしました、うん、やっぱり海外のファンの方が、まあ遠方の方もそうだし、でもコミュニケーション取れなくなっちゃったなってなって、そうなの。なるべくね、定期的にちょっと入れていけたらいいなと思ってます、お話し会。リアルもいいなってね、だからリアルで会えるイベント、なんとなく3ヶ月に1回ぐらいやって、その中のどっか1ヶ月に、じゃあこの月はイベント、じゃあこの月はこれはお話し会みたいな感じで行けたらいいんだけど、わかんないけど、うん、この果肉、うん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 、うまっ。キュウリもあと2つ食べてしまう。お、虹、うまん。でもこっちも綺麗に食べた。うん。ごちそうさまでした。
美味しかった。唇がずっと痛いんだもん。完食。はあ、自炊はいいね。好きなもの食べれるから。いや、まあ外食とか後で買ってきたもの好きなものなんだけど。あ、世は満足じゃ。してるときは気持ちが余裕ある。紹介しない。そう、このあとゆっくりできるのって。ゆっくりできる。ゆっくりできる。ちょっと落ち着いたらお風呂入ろうかしらね。うん、明日は朝から予定ある。明日午前中に予定はあるんだけど、でも本当にただの予定なのでうん、なんか全然大丈夫。ゲームやっちゃうのって、それな。ゲームさ、今日のお昼ぐらいにしようかなと思ったの。お仕事撮影行く前に、あの、あつ森あつ森しようかな。お風呂でも先入ったら絶対楽だから、お風呂入ってからあつ森しよう。うん、ありがとうございます。2ヶ月ぶりぐらいのあつ森。楽しいよね、あつ森。でもやばい、10時になったら店閉まっちゃうんだっけ。怖かった。草抜きから頑張ってください。そうだね、うち草抜き好きなんだよね草抜き好きなんだね。どうもりの、どうもり、あつ森の。そうなんだよ。無心でこう抜いてるのが好きで、であつ森、今のっていうか、今やってるのもだいぶ古いやつだと思うんだけど、最近のあつ森はあれなの、草も売れるんだよ。草もお金になる。だからなんか無人島みたいなとこ行けるんだけど、そこ行っても全ての草抜いて帰ってくるお店。うん、もう絶対草持って帰る。お店がめついよねお金になるから抜くよそうだよ。フルーツも、生えてるフルーツもヤシの木も全部取ってくる全部取れるもんは全部取ってくる、無人島。だからあの、お主が無人島から自分の島に帰るとき、ほんと荒れ地になってる。根こそぎ、そう、ほんとにそう、根こそぎ取ってくる。つもりもいいけど、なんかいろいろしたくなっちゃうね。でも今はつもり出したいな。ピクミン新しいの出ないかなピクミン新しいの出ないかな。
じゃないかな。ないか。まだちょっとだけ残してるんだよ、ストーリー、ストーリーっていうかピクミン。あの本編は全部終わっちゃったんだけど、光るピクミンみたいなのがいて、そっちの方ちょっとだけ残してるんだよね。終わるのが嫌で。それまで終わってしまったら、だってもう開く必要がなくなっちゃうんだもん、ピクミン。なんか嫌なんだけど、なんかちょっとだけ残してるんだけど。その寂しいの。最初からもう一回やっとくって、いやそれもありってぐらい楽しいおにし。ピクミン大好きなんだよ。20分ぐらいになったら終われるようにするね。あと10分ぐらい。スイッチ欲しいって。あら、もし2個持ってるよ、スイッチ。いいでしょいいでしょ。2つ持って、いいでしょ。1個持ってたんだけど、もう1個くれたんだよね、ママの職場の方が。そう、動物の森バージョンみたいなやつもらったんだよ。優しいよね。そう、くれたんだから2つ持ってる。でも本体はさ直してあるんだけど、リモコンとかはお友達が来た時に3人4人でできるから、リモコンだけ出してる、うん、なんかピクミンぐらいハマれるゲームないかな。ピクミンってなんであんな面白いんだろう。なんかないかなピクミン、あれはなんで鬼しピクミン好きなんだろう。けなげやから可愛い。どうなんだろう。でも鬼し一匹も殺さないよ。殺さないとか一匹も死なせない。一匹死んだらやり直す。ゼルダは、ああ。ゼルダね。やってみようかな。原神とか好きだったから、あの携帯のアプリの。あんな感じなんだよね、多分。ゼルダって。でもゼルダいるなら原神やろうかなってなっちゃうな。うん、一人でコツコツのがいい。うん、そうかも。え、わかんない。でもスプラトゥーンも好きだよ。何、確かに鬼子の好みのゲームって何なんだろう。好きなゲームのジャンルはバラバラなんだよね。そう、
オ系やってるイメージないかも。マリオカート、マリオパーティーとかあるよ。昔でも DS とかではめっちゃマリオやってた。何西の影響ってイメージって、確かに確かにね、ゲームは多分そうだな、お兄ちゃんがやってるやつをやったりしてるから。マリオカートとか、いやマリオカート一人ではやんないかもな。 DS の時はやってたDS の時はやってたけど、お友達来た時になんかやるゲームっていう感じがする。格ゲーのイメージないかも。格ゲーって何？格闘技ゲームってこと？あ、合ってるじゃん。あれやったことあるよ、チャイナの女の子が戦うやつゲームセンターとかに置いてたやつ、深いやつやったことある。赤っぽいチャイナの、すごい。それだけで、その情報だけでみんなわかるの、すごい。ストリートファイター昔やった記憶がある。めっちゃちっちゃい時だけど。あ、青だっけ？あれ赤っぽかった気するけど違うのか。でも確かにないかもね。格闘技器具他って何あるの？あー、スマブラね。スマブラあるよ。弱いけど下手っぴだけど、でも好き。あれできる人すごくない？上上下みたいな、なんかコマンドみたいなのがあるじゃん、ダダダーって。あれできるのすごいよね。やってみよう後で本当スマブラにしよう。スマブラのキャラ何使う？私はあれ、あれ使う、なんだっけ、毎回名前わかんないんだよな。カービィの鎧バージョンメタナイト、そう、メタナイトとあとピットってこう使ってる。もし飛べないと嫌なんだよね、メタナイト。そう、メタナイトとピット。飛べないキャラ苦手。でそう、戻ってこれないんだよ、ステージに飛ばされたら。飛ばないと。でもあいつ強いよね、ガノンドルフ。わかんない、これめっちゃ昔の記憶かもわかんないけど、ガノンドルフも使ってた昔。あいつの一発重くて、あ、ゼルダのボスキャラやでって、なんかこれ前もこんな話したような気がすんな何年か前にこのなんか話したような気する。同じ流れでなんかそのゼルダのボスなんだよって聞いた気するわ。うん。でもなんかさ、あれなんだよね。なんかキャラ全然いないんだよね、やってないから。
そうなの。なんか進めていくごとにさ、なんかキャラクターゲットできるみたいなあれだよね。そう。秋っぽいって、私？うん。秋っぽいのかな。秋っぽいと思う。ただ熱中した時はすっごい没頭するんだけど、なんかね、忘れるんだよね、ハマってたことに。自分がある日突然びっくりする、自分でも。なんかめっちゃうわこれ楽しいってなってさ、ゲームとかこう毎日毎日何時間も何時間もやるの、ハマってたら。もし丸一日とかあるの、朝起きて例えば10時ぐらいに目が覚めたら寝起きでやるの、ピクミンで。夕方ぐらいまでずっとピクミンして、ちょっと休憩で、ちょっと休憩挟んで7時ぐらいからもう一回ピクミン行くって。で夜中2時ぐらいにお風呂入る、寝てみたいな。でハマるときはこんな感じでガッてハマるんだけど、ある日突然ね、記憶から消えるんだよね。ピクミンはなってないんだけど、そういう風に例えばずっと聴いてた音楽とか不意にパッて忘れて、何年後かに聴いて、うわこれめっちゃ好きだったなみたいなってなる。好きだった記憶がね、急にどっか行っちゃうんだよね。そう、これ何なんだろうね。だから飽きるってなったら、飽きるっていうか忘れちゃうかも。恋愛もそういうタイプかなって。やばくない？恋愛そのタイプだったら、うわ好き好き好きってなってて、ある日忘れるんでしょ。え、誰だっけ。やばいじゃん、やばいじゃん。切な。大丈夫、さすがにそうはならない。なんで好きを忘れてしまうかってね、なんでなんだろうね、自分でも謎なんだよね、ほんとに。てかすぐ忘れるんだよね。これをしにこの部屋に来たのに、それをせんと帰っちゃうみたいな。あ、違うやんみたいな、これどれに来たんやんみたいな。で服買いに行こうと思って、あの新宿とか行ってさ、で服買って帰らずに帰ってるの、違うものを買って。なんかね、抜けてくんだよね。でも根に持つタイプって、そうだね、何なんだろうね。確かに。こんな好きなものはさ、ペッて忘れるのに、言われて嫌だったこととかは一生覚えてる。厄介な性格だねこれ。困った困った、本当に。本当に、うん、負の感情は永遠に。そうだね、楽しいことはいつか忘れ、嫌だったことは一生覚え。お、22分、お、そろそろ待って、さっきお風呂入ろ、ね、厄介なこと。あ、腰痛。よし、じゃあそろそろ夜ご飯も食べ終わって、お腹も落ち着いたのでお風呂入ってきます。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位あっくん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が、ちょうちゃんアットマーク、香港20歳になった、お話し会楽しみさん、ありがとうございます。イエイ。20
二十歳お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。若いな。そして5位がまゆかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がよっちゃんのゆう、おうち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がゆみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位はカッキーアットマーク、おにしぐんアットマーク、とわつがい22日公演、愛した千秋楽火曜日までさ、ありがとうございます、イエイ。そして、10位がコタンアットマーク、3日前が誕生日だったさ、ありがとうございます、イエイ。お誕生日おめでとう、みんなお誕生日変わってもうた。惜しい、惜しいな。美味しかった。これ固定しておけたらいいんだけどね。もう一回いきますね。1位カホアットマーク、会いたいよさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が黒島のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位があっくん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がキョイさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がチョウちゃんアットマーク香港、二十歳になったお話し会楽しみさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がホンちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がまゆかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がヨンちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がゆみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がさっきアットマーク、おにしぐんアットマーク、とわつがい配信22日公演、愛した千秋楽火曜までさ、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がコタンアットマーク、3日前が誕生日でしたさ、ありがとうございました、イエイ。ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとうございます、皆様も本当にありがとうございました。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。ではでは、みんな夜ご飯配信お付き合いいただきありがとうございました。ではでは、バイバーイ、みんなゆっくりしてね、またね、バイバイ、おやすー。